高いやつだ。途中で抜けるんですか？3周で上がろうかと思ってますよ。でバイクで帰ります。何時からなんですか？12時に。そうです、そうです。なんか表面的な疲れじゃないんですよね。なんか正直は3日目の方がまだ体が動いて、まあ蓄積されてる分もありますよね。今日の動かんって何だろう、やっぱ木曜日。あ、白川さんいました？白川さんいない。あ、いなかった。200の時はボコボコにされた俺。マジで一本も勝てない。鬼だな。白川さんやっぱやばいんだな。今月頑張ってやってるから。全然追いつかない。普段もう峠やってるんですか？結構坂ばっか。あ、やば。群馬でしたっけ？トレイルはね、合宿中はね、すごいおとなしく静かに走ってて力をためた。存在感を消してた。よしよし。明るい時間に走ることめったにない。確かに。後ろから行こう。
スライダーこんだけしましょう。同じピッチで。きついな。使えてないっていうか慣れてないからしょうがないんだよ。ナイス。ハイさん、ハイさん。田中さんの追いがすごかった。ああやばい。やばい。きつい。きついよ。見えるからさ。最後まで、頑張れ。いや。煽り運転から逃げる2人から煽られてるからさ俺も板挟みですよ。早くとか言われてる。怖い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 。萩さんあげるし後ろから長さんくるワンショット。いただきます。感じました。開けちゃった。よし、呼吸とか大丈夫、まとめたい。
どうした？やりきった。よっしゃー、お疲れです。楽しかった。よっしゃー。お疲れ様です。お疲れ様です。